DJ 特撮カーボー、好きなお菓子は2個買いしました。リュンニョンです。春が好きなので最近とても待ち遠しいミータンです。ジャニタルクよろしくお願いします。はい、ということで本日は公開直前、映画仮面ライダーオーズ復活のコアメダルについてお話ししていきたいと思います。イエーイ。もうね、うん、やっとな、もうね、公開が、うん、あの発表されて、うん、こう何回もね動画でね、はい、もう待ち遠しいですねっていう動画をね、うん、させていただいたんですけど、はい、とうとう明日、うん、やばい、もうえ、なんかさ、うん、めちゃめちゃさ、うん、先やな、めっちゃ先やってずっと思ってたのに、うん、もう明日みたいな、めっちゃ嬉しい、ほんまに。はい、ということで今日は先日発表されたグッズ、オリジナルグッズをね、はい、見ていきたいと思います。イエイ。ちょっとちらって見てるけど、もうどれもよくて、うん、劇場でね買えるね、グッズがね、はい、楽しみ、何があるんやろ。作りましょう。はい、まずは1番、うん、パンフレット。あー、パンフレットいいな。1000円。はいはいはい、いやな、パンフレットって、うん、マジでこう見返したら全部思い出せるやん、うんうんうん、あれがいいんですよね。いいですよね。で、なんかよりこう詳しく書いてあるし、そういうことかみたいなのも分かるから、うん、いいな。2番、クリアファイルセット2枚セットで990円。お、はいはいはい、あー、なるほどなるほど、あ、いいな、いいな。3番、ツインアクリルスタンド日野英二スラッシュ仮面ライダーオーズ1650円。2つセットでってこと。そういうことか。アクリルスタンドってすごいよな。いいよな、アクリルスタンドっていいですよね、うん、飾れるからな。うんうん。4番、ツインアクリルスタンドアンクとアンクグリードタイ。え、ってことは、うん、アンクとエイジを、うんうんうん、一緒に横に並べるには2つ買わないといけないってことですね。そういうことですね。3000円は買わないといけない、うん、はいはい。5番、トレーディングホログラム缶バッジコレクション550円。あ、いいな、これランダムってことや。え、これやりたいの。じゃ、ランダムのやつ結構惹かれちゃうんですよね。わかる、なんか、うん、ランダムって響きがいいよな、うん、そうそう。しかもこれさ、うん、どれが当たっても嬉しいから、どれが当たっても嬉しい、マジで。え、でもな、このグリード欲しいかも。あ、グリード集合のやつ、うん、でもどれが当たっても嬉しいと言いつつ、うん、やっぱりみっちゃんは、うん、このシークレット、シークレットがいいですね。シークレットっていいよな、何かわからへんからシークレット欲しいわ、うんうん。6番、大メダルレディースソックス800円。これかわいい、かわいい、ソックスかわいい、うん。7番、ラバーコースター1350円3枚セットやって。おお、ラバーコースターって何なの。なんかさ、うん、コップの下に置くやつじゃない、置くやつのラバーバージョンだ。あ、そっか、うん、そういうことなのか。普通のコースターじゃないんや、うん、ラバーコースター、ラバー、ラバー、ラバーマスコットとかのラバー、うん、ってことやんな。どんなのやろ。8番、大メダルチャームコレクション660円。かわいい、これ。あ、これもランダムやった、ね、こっちのランダムもいいな。うわ、いいな、全8種。え、いい、めっちゃかわいい。うわ、いいな、いいな。ランダムどっちかやりたいな、どっちかやりたいんちゃう、うん、こっちかな、並ぶ、うん、あ、そっちもいい。でもこっちはさ、キーホルダーになってるからさ、うん、あ、こっち缶バッジか、缶バッジとキーホルダー、うん、悩むな。いいな。9番、大メダルスクエアポーチ。これ狙ってる、かわいい、これ狙ってます。どんくらいのスクエアポーチなの。あ、幅200センチ、高さ130、マッチ45mm。 200センチ、200mm やんな、200mm かということは、まあ、ユナの手が10センチ、うん、10センチ、まあまあこんくらいとして、こんぐらいじゃない。じゃあ、え、結構大きくない。確かに。で、マッチもある。スクエアやっていうのは、うん、四角ってことで、ああ、そうだ、こういう大きさってことやな。え、かわいい、かわいい。あと、ポーチなんていくらあってもええですからね。10番、丸太高メダルブレスレット。うわー、いい、かわいい、ブレスレットか。え、ブレスレットって手やで、手か、腕やで、手か、いいな、いいな。11番、コアメダルスマホリング880円。いや、これ欲しい、これ欲しい、これ欲しい、スマホリング、スマホリング、いいやん、スマホリングも欲しかったんですよ、ちょうど。あ、ずっと見て言ってたよな、うん、スマホリングにしようかなって、そうそう。12番、グリード4体アクリルスタンドセット2200円。お、これめっちゃよくない、4体セットやん、ね、そう、このさ、背景みたいなやつも可愛いよな。可愛い、背景もついてくるのかな、ついてくるんじゃない。え、だってほんまや、だってここにさ、下にさ、穴がある、うん、背景さす分の。おー、そういうことか、うん、え、めっちゃ良い、はい、かわいい、いいですね。
13番明日のマスクスタンド付き、スタンド付き、スタンド付きなまた言うな、うん、いいですね明日のマスク、いいですね。14番タジャドルコンボエタニティメダルピンバッジセット2530円、ピンバッジいいな、いいな、缶バッジとまた違うピンバッジやもんね。そうやな、ピンバッジってことはここら辺下に画鋲みたいなのがあるやつ、可愛、うん、いのいいよな、いいな。しかもやっぱ大メダルがさ可愛いやな、うん、可愛い。15番大メダルホルダーパスケース2420円、これめっちゃ狙ってる、パスケース、そうこれもうめっちゃ狙ってるんですよ。これ良くない？いいな。なあ、いいよな。もう最高。16番アンクのミトン2640円。これめっちゃ可愛い。これあミトンってあれか、うん、鍋つかみか。うん、え可愛い。可愛い。アンクの手であっちと。アンクの手であっち。そう。めっちゃ良くない？めっちゃいいやん。アンクのミトン。いいな。迷いますね。迷うな。売り切れてないことを願いながら、うん、また劇場でも悩みたい。うんうん、わかる、うん。こう目で見てな、うん、あこれいいな、これいいな、うん、これいいなってしたい。したい。うん、ということで今日は、はい、先日発表された劇場オリジナルグッズをね、うん、見ました。はい。いやどれも最高で、いいね、もうなんていうの選べへん、うん。選べへんけど、まあ、ちょっと何個かね絞って買いたいと思います。はい、皆さんもねこれ気になってるんだよねとか、うん、これ買ったよっていうね、うん、グッズがあったらぜひ教えてください。ひょうかチャンネル登録、クエストの中のチャンネルもゲームズチャンネルもよろしくお願いします。バイバーイ。